明神池終了。キリがない。距離も遠いし。で、あとイカはうまい。イカの味まずいとかないから。はい、次なんか鳥居がいっぱいあるとこ。時間帯が時間帯やから夕方の角島大橋になります。で、なんとしても今日中に下関に行きます。でないと工程がまた伸びることに俺は耐えられないから、たとえ夜中になろうとも下関に行く。それやったらもう九州行っちゃえばいいんじゃない。まあとりあえず下関で。山口の印象がなさすぎるから下関でどんな町かをチェックする。マジでもう帰りたい。町のチェックもちょっと疲れた。興味関心はあるにはあるんやけど、俺のキャパシティをオーバーしている。あの教科書読んでる感覚に近い新しい情報が多すぎて脳が疲れてるから、まあ見たいっちゃ見たいんやけど、しんどいっちゃしんどくって今じゃないって感じやねんな。だからこれ以上回っても観光地に申し訳ない、あと各都市に申し訳ないということが今回の新たな学び。最初の1週間は死ぬほどしんどい。で、そっから旅に慣れて、で2ヶ月ぐらいまでは興味を持って楽しめる。で2ヶ月超えてくるとキャパシティをオーバーしてきて新しい情報に対する拒否反応が出てくる。だから旅人はずっと笑ってんねん。ようやく気持ちが分かった。極限状態よ。ウニ丼3800円やった。さすがの俺でも手が出ない。イカ200円、安すぎる。もしかしたら命は平等じゃないのかもしれへん。なんで朝日はさ、そうでもないのに夕日はこんなに綺麗な。原理的には一緒よね。太陽までの距離が遠くなるから、距離があっても光を通しやすいオレンジ色になるってことやろ。なんで朝日はあんなに青いの。回転する方向とかも関係してんの。これチャット GPT やな。残り1分。あー海やね。一回来たことあんねんな俺ここ。そしてこの時間帯になっていることに恐怖を覚えているし、あと金取る。バイクは金取らない。素晴らしい。わあ、同じバイクやん。なんかついてる。何あれ。あ、スピーカー。パリピアン。バイクにスピーカーついてんのいかついな。パリピアン。そういや、こんな感じやった気がするわ。はい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 。なかなかすごいね。伏見稲荷やな。まあ別にって感じ。おしまい。海。これは登っていいやつ。OK。よし。うぅ。高っ。死ねるね。うぅ。高っ。死ねるね。ビビんな。策なしか、これ。大丈夫か。死ねるやん。一人で来るのも限界かな。一発目これ見てたら感動してたな。ああ、そこに尽きるわ。こっち側も全然死ねるんやけど、なんでこんなに策がないの。あ、ちょっとあれすごいな。ちょっとあれ見に行こう。あれすごいじゃん。おい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 、穴場見つけたよ。え、マジ。こんなことしたらまた帰んのしんどくなんねん。もう分かってるんやけどさ、角島どうする。日沈むで。あ、これ戦場時期やん。まあええけど、しかもあー死ねるやん。あかんってここ。ちょっともうちょい行く。大丈夫。怖い怖い。痛い。どうこれ。あ、これむっちゃ戦場時期。うん、死なない。大丈夫。帰ろう。今から角島行くかどうか。もう
火消えます。5時35分、角島大橋到着して、まあ渡る必要はないけど、なんかいろいろ無理やな。精神的にもそうやし、帰りたいな切実に。いよいよこの段階に来てしまった。寒いし、別に見たいものもないし、かといってホテルに宿泊したくもない。もう何にもしたくもないけど、何もできん。あー、バス行かれた、終わったたじゃん。あのクソ細い道をあのバスが先行ったらもう終わりや、終わりや、終わりやな。角島今ので無理になったな。どうしよう。下関まで1時間半、角島まで35分、角島から下関まで1時間半、巻いて巻いても2時間。下関は諦めることになる、もしくは角島を諦めるかの2択。悩んでたらもう日が暮れる。とりあえず行こう。じゃあもうええわ、なんかええわ、あかんわ。オッケー、角島火が出てるうちに見て、あとは野となれ山となれ大作戦を敢行する。これもうね、特攻です。生きて帰ってくるな。戦場で死ぬことこそが美しいとされているから、日本では。まあ特攻したくなる人の気持ちわからんでもないな。誰かが止めるべきやけど、俺にはそんな人もいないから。すげえ絶景じゃん。もうなんかこういう苦しみと絶景が折り重なんのやめてほしい。毎回のパターンやわ。あー、バス下行った、オッケー、ラッキー。もう限界やな、本当に限界だわ。ただただ安らかになりたい。もうない、もうない、もうないわ。ワクワクもしないんだけど、自然とスピードを上げてしまうね。この工程を1秒でも早く終わらせたいせいで、家帰らせてほしい。絶景はもういい、家帰りたい、ただただ家帰りたい。残り26分も運転せなあかんのかよ。でもその後また1時間半も運転が控えてんのか。景観は素晴らしいよ。オレンジのガードレールも素晴らしいし、そこに巻きついてる緑の草もいい感じ。コントラストが最高に美しいけど、もういいかもしれん。もう何もいらん。切実に帰りたい。なんか最高のご褒美もらえたりします？もう何にもいらんけど。いや、やっぱ下関は行っときたいな。もうわけわからん場所で休みたくない。いやー、日本海来たー。橋ざっと眺めて終わろう。それだけでいい。渡ったところだから橋は渡らない、俺はもう決めた。角島大橋をアピールしすぎじゃない？渡ってどうする？あー、すごいじゃん。まあすごいわ。ちょっとこれ一応見るよ。なかなかのもんやけど、これ渡んのしんどいねんな。渡ります？どうしましょう。あんま気乗りしないな。角島大橋、右方向ですって。おっそ、あいつ何してるの。青い海、青い空、そして角島大橋っていうのが最高の構図やから、この時間帯角島大橋はちょっと違うのよね。で、さすがにこれは抜くね。違うんですけど、しかもサーフィンやってるんや、ここすごいね。結局走っちゃうと、まあ普通の橋やねんな。綺麗な橋ではある、あるが、この橋は橋じゃないところから見てこそであって、渡ると道ですね。詳細データもちょっとわかんないっすね。 1.2 キロぐらいかな。で、角島に到着しますが、角島となぜ繋いだ？魚が取れるとか？結局渡ってるっていうね。まあ来たし。はい、角島。暗すぎ。オッケー、渡った。なんか休憩できるとこある？港がある。あとはパーキングか。なんやね。渡ってなんやね。お疲れ。なんなんこれ。なんなん。帰るっていう。俺は悲しい。帰ろ。余裕がない。常にこんなん。常にこんなん。余裕がない。遠い、全部が全部遠いし、全部が全部広い。オッケー、やるか。じゃあ痛めつけるか。今から37歳のこのヒョロヒョロボディを思う存分痛めつける時が来たんじゃないのか。下関まで1時間半ですよ。やるの本当に。何にも見えないよ。街灯もほとんどないような中を1時間半下関まで。それか、そこになんか見えるよ。そこでいいんちゃう。景色もええで、ほら素敵やん。素敵やん。素敵やから、そことか高いで。あれ3000円とかじゃ無理やろうな。あれとかね、むっちゃ素敵。別荘やろあれは。
ちょっと待って、ちょっと相談しよう。俺の俺と相談しよう。ああちょっと考えよう。まず体を伸ばしてあったかい飲み物を買うか。まず第一案、この辺りで宿を取った場合どうなるかっていう話からしようや。よしよし、いいよ、戦う準備はできてるよ。俺は全然血気盛ん、筋骨隆々って感じやけど、例えば現在地周辺で今日一泊ってなったらどこが出てくんのか。なるほど、どこも出ないのか。ここは人が泊まる場所じゃないんやな。なるほどね、選択肢はないと。じゃあやっぱ下関って話か。これはもう高速道路使ってもいいよ、さすがにね。これ見ただけやん、マジで何の意味があんねんこれ。撮影しとけ、せっかくやから。ボケ、何やってんのかわからんな。修行やん、こんなんただの。オッケー。で、下関ってここで合ってる？30万人都市下関行くとすると、1時間8分、意外と近い。高速使わずに1時間8分。19時には着くっていう。じゃあ行くでしょ。なんや。意外と近いんや。じゃあ行くよ。下関で、ありがとう。の前にあったかい飲み物だけ買おう。頑張ってるからあったかい飲み物だけ買ったけど、なんや意外と近いやん、1時間で着くんやん。そんなビビるほどの距離ではなかった。いよいよあったかいもちゃんと置いてある季節になりました。今から頑張らなあかんから、ちょっとお砂糖が入っててカフェインも入っててあったかくてカロリーもあるミルクのカフェオレにします。1時間頑張る分の体力を俺にくれ。どこ、わかりにくい。人肌程度のぬくもり。オッケー。下関駅まで1時間11分。1時間11分後に変わり果てた姿でお会いしましょう。なんでやねん、俺が行くけど。ちゃうやろそれは。どういう扱いやねん、俺歩行者やと思ってんのか。っていうかここ下関市やねん。アホかよ、どんだけでかいね下関市。寒いし暗いよ。こういう山の中でさ、絶対に誰も来ない信号を守る意味って何なんかなって俺毎回考えてしまうんやけど、守る必要はないよね、合理的に考えたら。警察もおらんし車もおらんし、守る必要はないと思う。こういうとこで信号無視できる人が多分優秀な人なんやろうね。自分の頭で考えてみたいな。脳死で信号を守ってる人は脳死で信号を守ってる人よ。